皆さん、こんにちは。たぬき親父のエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、ちょっとだけよ。では、一つのコマンドや、一つの操作について、ご紹介しています。今回のテーマは、列の加算コマンドです。それでは、早速始めましょう。加算コマンド。 今回のテーマの加算コマンドは変換タブの数値の列グループの標準アイコンをクリックして表示されるメニューの一番上に加算コマンドが存在するのと列の追加タブをクリックして数値からグループにある標準アイコンをクリックして 表示されるメニューの一番上にも加算コマンドがあります。変換タブのコマンドは選択した列の内容を変更するコマンドで、列の追加タブのコマンドは新しい列を追加するコマンド、ということはすでにご存知だと思います。しかし、この加算コマンドに関しては、それ以外にも違いがあるのです。この動画では、 そのあたりを詳しくご紹介しましょう。変換タブの加算コマンド変換タブの加算コマンドは単一列の値にダイアログで指定した値を加算する機能です。ですからこのように複数列を選択すると標準アイコンは グレーアウトして利用できなくなります。対象の単一列を選択して、標準コマンドをクリックして、表示されるメニューから、加算コマンドをクリックすると、加算ダイアログが表示されるので、値のボックスに、加算したい値を数字で入力します。 加算値を入力したら、OK をクリックして、ステップを追加します。ステップが追加され、数式バーには、ダイアログで指定した加算値が直接記述されているのが確認できます。今回は、事前に、 シート上の単一データのテーブルを取得して、ドリルダウンを実行したクエリを用意してありますので、ダイアログで指定した数値10をクエリに書き換えてみましょう。数式バーの10の位置をクリックして、10をバックスペース等で消します。半角で P を入力すると、利用できるアイテムが一覧表示されるので、 prmad, d01 を選択します。そのまま Enter キーで確定すると、ステップが更新され、プレビュー画面の A 列が100加算された値になっています。当然、シート上のテーブルの値を変更して、クエリを更新すれば、テーブルの値が加算された結果が返ります。また、テーブルを取得したクエリ以外でも、 ドリルダウンして単一データにすれば同じように利用することが可能です。最後に一つ。当たり前なことなのですが、なるに指定した値を加算してもなるです。ここにも指定した値を加算したい場合は、事前になるを0に置き換える必要があります。 列の追加タブの加算コマンド単一列を選択した状態で列の追加タブにある標準アイコンをクリックして表示されるメニューから加算をクリックすると加算ダイアログが表示され値に加算したい数値を入力して OK ボタンを押すと選択列の値に ダイアログで指定した数値が加算された列が追加されます。ここまでは列が追加されることが変換タブのコマンドとの違いです。列の追加タブの加算コマンドは複数列を選択した状態でも利用できます。画面では A 列と C 列の2つの列が選択された状態ですが、 列の追加タブの標準アイコンがグレーアウトしていないのが確認できます。標準アイコンをクリックして、加算コマンドをクリックしてみます。今回は、ダイアログが表示されずに、いきなり加算列が追加されました。挿入されたステップは、挿入された加算、そのままですね。数式バーを確認すると、 A プラス C, 普通に足し算するんですね。ここでも、やっぱり、なるに400足しても、なるですよね。当然のことです。今度は、3つの列を選択して、加算コマンドを使ってみましょう。手順は、省略しますよ。大丈夫ですよね。 挿入されたステップはおや、挿入された合計となっています。さっきと違いますね。数式バーを確認すると、リスト、サム関数が記述されています。そうなんです。列の追加タブの加算コマンドは、2列を選択している場合は、選択列の値を足し算した列を追加するのですが、 3列以上の列を選択している場合には、選択列の値をリスト、サム関数で合計した列を追加するのです。このリスト、サム関数は、ナルを無視するんですよ。ですから、4行目のナルを含む行も、正しく合計が計算されています。それなら、2列の場合も、リスト、サム関数使いたいですよね。 大丈夫です。2列の場合もカスタム列コマンドを使えば、リスト、サム関数で合計することが可能です。カスタム列コマンドの紹介の前に、せっかく数式バーにリスト、サム関数の実例があるので、リスト、サム関数についてご紹介しましょう。リスト、SUM 関数のリスト引数は、リスト型が必要なので、 数式バーの列名は波括弧でくくられています。これがカスタム列でリスト、サム関数を使うときのポイントです。列名を間まで区切って指定するだけではエラーになります。カスタム列でリスト、サム関数。それではカスタム列コマンドでリスト、 サム関数を利用してみましょう。カスタム列コマンドは列を追加するコマンドなので、列の追加タブをクリックします。全般グループにあるカスタム列アイコンをクリックします。カスタム列ダイアログが表示されます。追加する列の列名を指定します。今回は合計と入力しました。 次にカスタム列の式に A 列と C 列を合計するリスト、サム関数を入力したいと思います。カスタム列の式のイコールの後ろをクリックして入力カーソルを表示します。サムと入力してください。リストと入力しても良いのですがリストで始まる関数が多いのであえて候補の少ないサムを入力しました。 リスト、サム関数が選択リストの一番上に来たでしょこの状態で Enter ーキーかタブキーを押して確定してください。リスト、サム関数が入力されます。先ほど紹介した構文を参考に表示しますね。サムの後ろには丸カッコが必要なので、丸カッコを入力します。シフトキーを押しながら、 数字の8キーを押して表示するカッコです。Excel 的には、ここで合計する列を指定したくなるのですが、このリスト関数は、リスト以外は受け付けてくれません。そこで、指定する列をリストにするために、波カッコでくくるのがポイントと、さっき言いましたよね。というわけで、波カッコを入力します。Shift キーを押しながら、 エンターキーの横にある波括弧のキーですよ。次にリストの中身として A 列と C 列を入力するのですが、ここでは使用できる列にある A をダブルクリックします。するとこのように角括弧で囲まれた A が入力されます。リストの要素はカンマで区切る必要があるので、 カンマを入力します。次に C 列も合計したいので、使用できる列の C をダブルクリックします。これで列の指定は終わったので、並カッコ閉じで閉じます。以上で2つの列がリストになったので、リスト、サム関数を丸カッコ閉じで閉じます。公文エラーが検出されませんでした。 と表示されれば、正しく入力されています。OK ボタンを押して、カスタム列を追加します。リスト、サム関数を使った、合計列が追加されました。皆さん、先ほどご紹介した。 挿入された合計ステップの数式バーの内容、覚えてますか覚えていないと思いますので、もう一度表示しますね。先ほどのステップでは、リスト、サム関数で合計した後に、INT64 タイプで列の型を整数に指定しているんです。ですから、ここでも数式バーを使って、列の型を整数に指定したいと思います。 数式バーの最後の丸カッコの前をクリックして入力カーソルを表示します。カンマを入力して I を入力します。すると選択リストが表示されますので矢印キー等で INT64 タイプを選択して確定します。数式を確定するためにもう一度 Enter キーを押してください。 合計列の列の型アイコンが整数型になったことが確認できますこのように列の型はコマンドボタンから変更してステップとして追加しなくても追加したステップの数式の最後に追加できる場合もあります「なる」の合計を0にしたい皆さんリスト サム関数の紹介、覚えてますかリストに、なる以外の値がない場合は、なるを返します。ここです。この仕様、全くもって正しいです。でも、なるの合計を0にしたい場合もありますよね。そんな場合は、リスト、サム関数のリストの中に、要素として、 ゼロを追加してあげればいいんです。これで、すべての列が、なるでも、最後のゼロを合計するので、ゼロが帰るというわけです。言われてみれば、なーんだ、なんですが、これを思いつく方は、なかなか、いないですよね。私も、皆さん同様、なるをゼロに置き換えることを最初に考えました。数式を確定すると、すべて、 なるの4行目の合計が0になっていることを確認できます。いかがでしたか今回は列の加算と合計についてのご紹介でした。お役に立ちましたら高評価をよろしくお願いします。たぬきおやじのエクセル勉強会では今後もシリーズちょっとだけよ。 お追加予定です。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、始めよう。